大阪政司さん大阪委員 <laughs> おはようございます一見民主党の大阪政司でございますまず冒頭に昨夜の地震で新潟山形被災されました皆さん被害に遭われました皆さんに心からお見舞いを申し上げたいと思いますまた我が党も今様々な手段で情報収集しておりますけれども政府の皆さんにおかれましてはあの迅速な情報収集被害の把握そして えー、被害への対応をお願いしたいと思いますよろしくお願いいたします、えっと、それでは冒頭、あのー、大臣昨日ですね閣議決定された件について冒頭ちょっと本題とは外れるんですけれどもお伺いさせていただきたいんですが昨日政府は金融庁の、えー、2000万円老後足りなくなるんだというあの報告書に対してですね閣議決定を行っております内容は何かあの報告書を受け取らないことを決定した それからその報告書を前提にした答弁には答えない、まあ、そういう確認決定をされて、大臣もその閣僚の一員ですから、それにまあ署名をされているわけです。これはですね、この、あの報告書を前提にして質問には答えないという、そういうことをやるということは適切なことなんでしょうか、確認決定すれば、それは答えないで済むというふうに大臣お考えでしょうか。世耕経済産業大臣 <laughs> ちょっと私の経産大臣としてのです、ね、所掌は離れますので、ちょっとお答えは控えさせていただきたいというふうに、これはもう金融庁マターだというふうに思っております大坂委員閣議決定した閣僚の1人でありますし、これは何も金融庁だけの問題ではなくて、今後さまざまな審議会、諮問答申というこの行政のルール、うん、これに関わる問題でありますので、あえて聞かせていただきました。私ははこれは 民間の全く政府に関係ない団体が何らかの報告書を作って政府に提出をする、それは政府が受け取りを拒む、こういうことはあり得ると思います。しかもその民間の政府に関係ない団体が作った報告書の中身について、政府に質問されても、それは答えられない、そういうことはあるというふうに思います。だがしかし、今回の報告書というのは、政府が、政府の職員が事務局になって、税金を使ってやっているものです。そのことについて受け取らない、答えない。 これは全く無責任なことであるということを冒頭強く指摘をさせていただきます。でしかもこれは計算あの、金融庁だけの問題ではありません。政府全体に関わる問題ですので、あえて聞かせていただきました。それでは次に、今日の本題に入らせていただきます。えー、っと、原発のことについてあの聞かせていただきますけれども、まず、えー、エネルギー基本計画によればですね、政府の基本姿勢は、原発の再稼働については、まあ、規制委員会の判断に委ねると。 まあこういうことがエネルギー基本計画で書かれております。で規制委員会っていうのは、一体何を審査するところなのかというところでありますけれども、規制委員会はプラント、いわゆるその電力を発生させる工場としてのプラント、発電所、この安全性を審査するところ、えー、万が一事故が起きたときに、その避難計画、こういったものを審査する場所ではないという理解で、大臣、よろしいでしょうか。 この避難計画は、この原子力防災のまあ枠組みで、いろいろとスキームが決まっているわけであります。えー、その中に、当然、規制委員会の関与というのはですねあるんだろうというふうに思っております大阪委員。 ただし、避難計画の妥当性を判断するものではないという理解はよろしいですかあの、関与があるというふうにあえて大臣はおっしゃられましたので、本当はそこまで聞く気はなかったんですけれども、関与があるとおっしゃられたので、避難計画の妥当性は規制委員会は判断しますせ世耕経済産業大臣。あの規制委員会あの、避難計画策定に関してはです、ねまあ、政府としてはあの自治体の避難計画の策定を、まあ、支援をするということ。 そして、原子力災害対策指針などに沿った具体的で合理的なものであるということを、自治体とともに確認をするということ、そしてここが今、私が申し上げているポイントなんですが、原子力規制委員会の委員長も参画をする原子力防災会議において、国として了承するということになっているわけであります。ここういいいっった仕組みにつててはです、ね、原子力規制委員会がが持っている専門的的技術的な知見これが原 原子力災害対策指針という形でまとまるわけですけれども、えこれを踏まえながら、地域の実情を反映した、まあ、しっかりとした避難計画を策定するという形になるわけでございます大阪委員あの原子力規制委員会が災害対策指針、それを設けていることは私も承知をしております、それから防災会議に規制委員会の委員長が出ることも私は承知をしております。だからといって原子力規制委員会が えー、地域の避難計画について、お墨付きを与えているのかどうか、そういう性質のものであるのかどうかということを聞いているわけです、あえて関与があるというふうに言われたので、これは質問する予定がなかったんですけれども、いかがですか世耕経済産業大臣あのですから逆に私は原子力規制委員会が何もその原子力防災に関係がないというふうに。 あの申し上げているわけでは,あのではないですよと、関与はしてますよということをえ申し上げたわけであります、あの原子力防災会議というのは、議長は総理大臣でありますから、あの基本的に政府の責任において、原子力防災体制というのはしっかり組むということだと思っています大阪委員私が聞いているのは、規制委員会が、避難計画について、これは妥当なものであるというふうに判断を下すと、そういう仕組みになっていますかということを聞いているんです。 世耕経済産業大臣あの避難計画の妥当性については、政府と自治体がともにえまあ判断するということになるんだろうと思います大阪委員。じゃあ、規制委員会が直接そのことについて判断を下しているわけではないということでよろしいですね委員長世耕経済産業大臣あの指針という形で、全体は見ておられますけれども、個々の避難計画に関して、原子力規制委員会がえ何かあのお墨付きを与えるとか、合算を出すとか。 判断をすするととといいいうことはないと思います大阪委員あの最初からそう言っていただければよかったんでありますけれども<阪>、えー、そうなんですね、原子力規制委員会は防災計画の指針は示しておりますけれども、個別計画には立ち入るというようなことは審査の中でもやっていないと私は承知をしております。その上で、これも大臣のご認識を伺いたいんですが、えー、どんなに規制委員会の審査を通ったとしても、原子力発電所の事故は起こりうるという認識でよろしいですね。 これはです、ね、原発に限らず、まあ、いかなるプラントであっても、あるいは、まあ、自動車、飛行機その他、我々が普段使っているものであってもです、ね、100%の安全や、まあ、ゼロリスクということはえないわけであります。あのむしろ、まあ、これ、過去の我々の教訓としてです、ね、絶対的に安全という考え方が安全神話につながっていく。 いいいうようよなななことはあの絶対に避けけけければいけないわけであります安全神話に陥ることなくです、ねえー、原子力規制委員会と事業者の双方が、えー、継続的に安全性の向上に取り組んでいくということが、あの極めて重要だというふうに、えー、考えております大阪委員あの。あらゆる科学技術、あるいはそれをもとにしたいろいろな装置、仕組み。 まあシステムそそそうういいいいいものはあのははは誤りりりががなななとととか事故が起きこあ全くそれはその通りだと思いますまあただ、特に原子力災害が重篤なのは、やっぱりあの他の災害とずいぶん違った側面を持っているというふうに思います、今日はそこはあえて説明しません、前にこのことは大臣とあの議論をさせてもらったことがありますので、今日はあえて説明しませんが、それで政府のエネルギー基本計画によれば、原発を稼働させるということの中で、 いかなる事情よりも安全性にすべてを優先する、安全性をすべてに優先するということが書かれているわけでありますが、ここでいう安全性というのは、私はプラントの安全性だけではなくて、実際に事故が起きたときに住民の皆さんがきちんと避難できるかどうかということも含まれている、すべてに優先される安全性というのは、そういうものだと理解をしておりますけれども、この点は大臣、いかがでしょうか。経済産業大臣 あのこれはですねあの、避難計画というものがあるわけで、えー、あります。あの当然 我々がまず再稼働にあたってはです、ね、そのプラントの安全性について、規制委員会から了解を取るわけであります。あのその上で、当然、あの避難計画というものもです、ね、これはあの何か法的、制度的にリンクをしているわけではありませんけれども、あのもう一つ我々が常に申し上げているのは、あの地元のご理解をいただきながらということを申し上げています。 にはです、ね、いざ何かが起こったときにです、ね、きちっとした避難計画があるということが含まれるんだろうというふうに思っています大阪議員、すみません、えっと。理解の中に避難計画がある、地元の理解の中に避難計画があると、政府が言うところのいかなる事情よりも安全性をすべてに優先させる、この安全性の中に避難計画はない、そういう意味ですか世耕経済産業大臣。あの もう一度まとめて申し上げますけど、原発についてはいかなる事情よりも安全性を最優先すると。 いうののが政府の方針でありますで今度は避難計画ですけれども、これは原発の再稼働する、しないと関係ないんですね、いずれにしてもです、ね、あの地域住民の安全安心の観点から早期に策定していくということが重要で、再稼働しなくてもです、ね、今、立地原発が存在する地域に関してはです、ね、できるだけ早く避難計画をしっかり作っていくということが、住民の安全安心につながるわけであります。でし しっかりとした避難計画がない中で,です、ね、原発の再稼働というものがです、ね、実態として進むことはないというふうに考えているところであります大阪委員、実態として進むことはないの、実態としての意味を教えてください。世耕経済産業大臣 まあちょっと非常にあのバクっとした言い方になりますけれども、我々はやはり、えー、地元のご理解もいただきながらというのもです、ね、まあ、再稼働にあたっての一、まあ、つの考え方としているわけであります、そのご理解をいただくにあたって、やはり避難計画が、えー、まだできていないということであればです、ね、これは実態として、えー、再稼働をなかなか進めることは難しいという面があるんだろうというふうに思っております。大阪 今実態としての説明の中に、避難計画ができていないとなれば、実態として再稼働はありえないという話でしたが、えー、避難計画ができていない、避難計画が作れない、そういうことも場合によってはあると思うんですけれども、できていないというよりも、えー、物理的に作れない、そういう事情もこの中に入ると理解してよろしいですか世耕経済産業大臣。 あの我々はです、ね、再稼働してようがしていまいがです、ね、避難計画というものは非常に重要だというふうに思っておりますので、あの基本的には避難計画はしっかり作っていくというのが我々の方針でありまして、作れないということはです、ねえー、想定はしておりません大坂委員。作れないことは想定してない、分かりました、非常に重要な答弁だったと思います。それで 原子力防災担当の秋元副大臣にきょう来ていただきましたが、秋元副大臣も原発については事故が起こりうるというご認識をお持ちなのかどうかと、ストレートに直接お聞きしたいんですけれども、全国の立地自治体、原発の立地自治体で、有効な避難計画、万が一事故が起きたときに、地域の住民の皆さんが避難できる避難計画、有効なものが作れるというふうにお考えですか、2点。 秋元内閣府副大臣お答え申し上げます今、原発における事故が起きるのが起きないのかという話でございましたけれども、これは今、世耕大臣がお話、答弁されてましたように、 この原発においても、例えば自動車においても飛行機においても、こういったものが100%事故が起きないということはなかなかないであろうということの中で、万が一に対する備えをどうするかということが大事だとそのように認識をしております、その上で今、避難計画等のお話がございましたけれども、この地域防災、避難計画につきましては、現在、地域原子力防災会議の枠組みのもと、ね、関係自治体と国が一体となって、地域が抱えるさまざまなこの課題に対応できるよう、 着実に検討を重ねているといころでございまして、また、あのより実効性のある計画の内容、訓練のま実施等も支援しております。ま、こういった取り組みを通じまして、有効に機能する計画を策定していけるものとま考えております。今後とも地域の実情や課題をよく把握しながら、有効に機能する計画が策定できるよう、国が全面に立ちまして、関係自治体との一体となってしっかりと検討を進めて参りたいという思いであります。大阪委員 有効な避難計画が策定できるものと考えているって、そういうふうに考える根拠はなんですか、すべてのプラント立地地域で有効な避難計画が作れるものと考えている、そう判断する理由はなんですか秋元内閣府副大臣。あの確かに、えー さまざまな避難計画、そしてまた原発に対する、まあ、万が一の事故に対する対応、これは終わりと、そして完璧はないということを思っておりますけれども、ここはまあ本当に関係自治体と協議をしながら、しっかりとさまざまないろんな過去の経験や、そして地域の実情というものをしっかりと把握しながら、それを作り上げていくという、そういったものの中で、えー、構築していくものだというふうに理解しております。大阪委員 あまり答弁になっているとは思えないんですがなぜ私がこういう質問をするかと言いますと日本の原発立地地域は原発を立地する際に有効に避難計画が作れるかどうかを事前にチェックをして立地地域を決めてきたわけでは歴史的にはないわけです従前は事故は起きないんだということを前提にしてやっていますから避難計画を作ることすら 一時時止めてていいた時期もあるとううふうに私は承知をしておりますだからそういう歴史的な経過があるので、後になってから避難計画の有効性というものを考えなければいけない、立地地域としてそもそも避難計画が作ることが難しい、そういう場所もあるのではないかということを、政府はきちんと認めるべきだと私は思うんですけれども、防災計画担当副大臣、いかがですか秋元内閣府副大臣。 まあの繰り返し答弁になりますけれども、やはりこの地域の実情に合わせたさまざまな課題を一つ一つ解決していく、まあ、そのためにこの地域原子力防災会議、これを枠組みとして、我々も動かしているところでございますので、やはりこれは引き続き関係自治体と一体となって検討を重ねていくことで、避難計画が策定できる、そのことを考えております。大阪 だから有効な避難計画が策定できるっていう根拠が全くわからないじゃないですか、これこれこうだから有効な避難計画が策定できるんだということが説明があればいいですよ、例えば原発立地域から人口が密集しているところまでの距離は、日本の原発っていうのは歴史的に何キロの範囲に作らないという、こういうルールがあるんだと、だからそれは大丈夫なんだとかって言うんなら、まだしも納得できますけれども、何の根拠も示さずに、ただ有効な避難計画が作れる。 そう思っていいるって無責任じゃないですか秋元内閣府副大臣まあ今申し上げましたように、この避難計画につきましては、この関係自治体として、関係自治体とともにですねまあ検討を進めさせていただいているところでございますが、今、ご指摘にあったまあ人口等の問題につきましては、やはり人口が多い地域ではで、住民の 避難先確保が大きな課題であるということは認識しておりますので、まあ、県内に加えて県外にもまあ避難先を確保すべく、関係自治体の広域避難に関わるまあ協定、えー、締結などを進めているところでございまして、またあの移動手段といたしましては、自治体とそのバス会社ととも緊急,の緊急時の協力協定、こういったものもまあ締結しながらです、ね、またその実効性確保のためにも、しっかりとまあ研修等も進めていきたい、そんな思いであります。大阪委員 今の答弁を聞いているとです、ね、原発については以前は安全神話っていうのがあった、今はさすがに安全神話はもうないんだということに変えていますよ。避難計画も安全神話じゃないですか、それだったら。有効に避難する避難計画が作れるって根拠もなしに言っている、避難計画に対する安全神話じゃないですか、それは。全国の立地地域、きちんと見て、本当に避難計画が作れると思っているのかどうか、実際に見たわけで分かりますよ、それは。 いかかがです原子力防災担当副大臣として、本当は大臣とやりたいんですけれども、計算委員会にはあの原田大臣は来ませんので、今度、原田大臣の出るところでこの問題をやりたいと思いますけれども、副大臣の立場でいかがですか、私はそういうところをきちんと認めないと、また事故が起きたときに悲惨なことになると、そう思ってるんですよ秋元内閣府副大臣。<laughs> あの どうしてもこう繰り返し申し上げることになってしまいますけれども、まあ、やはり今ご指摘のことも踏まえましてね、やはり地域の事情に応じた様々な課題を一つ一つ解決していくしかないという思いでございまして、 そのために地域原子力防災協議会をしっかりと機能させていきながら、やはりこれはまあ地域の事情に合わせて、関係自治体と一緒になって検討を重ねていく、このことで避難計画を作っていくと、そしてまたこの避難計画を実効性に移していくためにも、防災訓練等をしっかりとできて行いながら、万が一のためにしっかりと備えていく、これはやっぱり積み重ねていくしかないというのが、私の今の現在の答弁でございます大阪委員。その答弁ってなぜ出てくるのか。 稼働前提にしているからでしょう。う稼働させないんだと。この原発はやめるんだとなれば、避難計画作れないところではもう稼働させない。そういう方針が明確になっていれば、今のような答弁にはならないはずなんですよ。あらゆるものを稼働させる前提だから、避難計画が全部できると言わざるを得ない。おかしいんじゃないですか、その前提は。なぜ前提がおかしいかっていうと、エネルギー基本計画に書いてあるからですよ。 いかなる事情よりも安全性をすべてに優先させるって書いてある、国民の安全を犠牲にして稼働するって言ってるのに等しいんじゃないですか、今のは秋元内閣府副大臣。 お答えします。我々のこの地域防災計画、また避難計画はです、ね、もうご案内のとおり、そこに原発が存在し、そしてまた核燃料が,核燃料がある限りですり、ね、稼働するか否かにかかわらず策定して、継続的に充実強化を図っていく部ものとして理解しております。大阪委員 実はそれは全くそのとおりでありまして、そもそも避難計画作れるかどうか分からないところに、使用済み核燃料や使用前の核燃料が稼働するしないにかかわらず存在しているということそのものが、極めて危うい状況なんですよ。その状況でも作り出してきたのは、これまでの日本の原子力政策のその上にそれができている。 だから私は、まず避難計画、優先に考えないと、これからの日本の原子力行政、考えられないっていう、そういう指摘をさせてもらってるんですよ。そのときに相変わらず、全国のどこでも有効な避難計画が作れるんだっていう認識だったら、万が一事故が起きたときにどうするんですか。逃げられないところに危険なものがあるということなんですよ。その危険な状況を認識するっていうのは、政治の役目じゃないんですか。政治しかこの判断できないですよ。 私はなんであえてこんなことを繰り返し繰り返し言うかっていうと、東日本大震災の直後に浪江村に行きました、浪江村の馬場村長さん亡くなられましたけれども、避難している体育館で、馬場村長さん、泣いてましたよ。実際に事故が起きて、何の情報も来ない、そしてあらかじめ決められている防災計画も何にも機能しない、そして自分の判断で村民を避難させた。 避難させたた当初はすごい批判も受けただけども、それしか自分にはやる道はなかったっ、本当にその判断がよかったのかどうか、私に話しながら泣いてましたよ、そして、馬場村長、こう言いました、大阪さんは自治体の町の経験あるからわかるだろうけれども、こういう時の自治体の区長の辛さ、なんとかして村民の命守りたいと思うでもあらかじめの約束が何にも機能していない、こんな絵空事の上で、 本当につらい思いをしている、そういうことをやっぱり二度と起こさないために、避難計画に対しても真正面から向き合わなきゃいけないんですよ、そのことを申し上げさせていただきます。あ失礼しました、浪江村といいます浪江町でした、失礼しました。そで世耕大臣、改めて確認です、もうこ避難計画のことはこれ以上言っても、多分副大臣はお答えになられないと思いますので、避難計画。 これが自治体の納得なしに、まあ、これでは十分な避難計画ではないと、こんな状況では、この地域の住民は万が一の事故の際には避難できないという状況の中では、えー、安全性が確保されたと言い難いと、まあ、そういう認識でよろしいでしょうかね。 あのやはりです、ね、これは再稼働するしないとは、避難計画は我々は関係ないと思っていますあの。先ほど、意味塾もおっしゃったように、えー、使用済み燃料がです、ね、プールに存在する限りはです、ね、やはり、えー、住民の安心・安全の観点からですね。 えこの避難計画というのは、早期に策定することが重要だというふうに思っています。であの先ほどからご指摘のように、住民の人数によっては、避難先のマッチングが難しいとか、えー、バスなどの移動手段の確保はなかなか大変だとか、えー、計画のまあ策定の作業量が多くなることは事実だというふうに思いますが、地域の実情を熟知する自治体が中心となって、しっかり策定を進めることが必要だと思いますし、自治体のみでは解決が困難な課題についてはです、ね、えー、自治体、 にせにににず政府ををげてて支支援援したいといいととうすうするることになっているわけでありますあの避難計画の確認了承というのはです、ね、この再稼働にあたっての法令上の要件ではありませんけれども、これは再稼働する、しないにかかわらず、非常に重要なものだというふうに思ってますし、立地自治体とのです、ね、信頼関係の上でも、あの極めて重要なものだというふうに思っておりますので、我々としては自治体がしっかりと避難計画を策しい 特定できるようサポートをしていくことが何よりも重要だと思っています。大阪。委員私の今の質問は再稼働するかしないかの判断を聞いたのではありません。避難計画が作れない状況というのは、安全が確保されていないということでよろしいですか？っていう質問をしたんです。稼働するかしないかを聞いたわけではありません。いかがですか？世耕経済産業大臣あのいずれにしろ、その安全という観点では？ え再稼働しない場合でもですねえ、ね、あの使用済みえ燃料がプールの中にある以上は、早期に策定することが重要だと思っています大阪委員有効な避難計画をきちんと策定することが重要なのは、私はそれは認識は一緒です。ただ、そういう計画が策定できないという状況は、安全性が確保されたと言えないという理解でよろしいですかって私は聞いてるんです。世耕経済産業大臣あのお答えしてるつもりなんですがあの 再稼働しようがしまいがです、ね、地域住民の安全、安心の観点から、避難計画というのは早期の策定が重要だと思っています大阪委員、なぜ早期の策定が必要なんですか。世耕経済産業大臣 それは当然、安心していただくためにはです、ね、十分な避難計画があるということは、これはあの当然、安心の大きな、えー、ポイントになるわけですから、えー、立地している地域においてはです、ね、できるだけ早く、えー、そういった計画があった方がいいんだろうというふうに思っています大阪委員、安心のために避難計画が必要だ、じゃあ、その避難計画ができなければ安心が確保されていないという理解でよろしいですね。世耕経済産業大臣 そこはちょっと私もノリがを超えてくるところがあるわけです、経産大臣としての、いずれにしても地域住民の安心安全の観点から、避難計画の早期策定は重要だというふうに思ってますし、しっかりとした避難計画がない中で、原発の再稼働が実態として進むことはないだろうと思っています大阪委員あの私、再稼働のことを聞いてるんじゃないんです。避難計画がななければ安心できない あるいは安全性確保できない、そういう認識がどうかだけを聞いているだけなんです、それは稼働するしないにかかわらず、そこに使用済み核燃料が、利使用前の燃料がある、原子炉がそこに存在しているわけですから、危なさにおいては、稼働しているときと稼働していないときは若干の差はありますけれども、似たような状況であることはこれは間違いないわけでありまして、避難計画がきちんと作れていなければ、安全性が確保できていないというふうに判断するのが私は妥当だと思いますけれども、なぜそのことが言えないんですか。 これはです、ね、私が安全とかそういうことをお墨付きをする立場にないわけであります、これは原子力防災の議論ということになるわけであります。でそれを前提にしして申し上げると たとえですね、じゃあ、避難計画ができたとしても、この避難計画でそれで完璧というわけではないわけです、常に状況に応じて、その避難計画をバージョンアップしていくということが、まあ、ある意味、広い意味での安全神話に立たないということになっていきますし、計画を立てて終わりではなくて、当然、防災訓練とかをです、ね、通じて、何か穴がないか、抜けてるところがないかということを、普段に点検していくことも極めて充実であります。そういうい意味で私はえ避難計画が あれば安全ということはです、ね、これは逆に言うのは非常に適切なことではないというふうに思うわけであります大阪委員私は、避難計画があれば安全だという質問はただの一度もしておりません。避難計画が作れない状況は、安全性が確保されていないのではないか、少なくともそう言えるのではないかということを言っているわけです。避難計画がちゃんとできれば100%安全などということも言うつもりもありません。 今、大臣のお話にあったとおり、避難計画ができてでいたとしても、それは必ずしも安全ではないといったような趣旨の答弁をされました。であるならば、なおのこと避難計画ができていなければ、もっと安全じゃない、そういうことになるんじゃないですか、論理的に世耕経済産業大臣。当然ですねあの避難計画は 地域住民の安全・安心の観点から早期に策定することが重要でありますので、あの政府としてもです、ね、この自治体をしっかりとサポートをして、自治体とある意味一体となってです、ね、積極的に避難計画の具体化、充実化に取り組んでいきたいというふうに思いますし、 各地域の計画の内容がです、ね、これは規制委員会が定めている原子力災害対策指針などに照らして、具体的で合理的になっていることを原子力防災会議で確認をして、了解をしていくと、まあ、そういう流れになっているわけであります大阪委員、流れの話を聞いてるわけじゃないんですよ、それから大臣、非常に重要な答弁されました。 自分が安全性、あの避難計画の安全性にお墨付きを与える立場ではないんだって、全くそれはその通りだと思いますよ、ここは実は日本の原子力行政の問題点なんですよ、避難計画についてですね、誰もきちんとした責任を持たない、そういう構造になってるんじゃないですか、協力してやるとか、サポートするとか、支援するとか、そういう言葉ばばっかりですよ。これは計画がきちんとしなければ稼働できないっていうのは、世界のいろんなルールの中にあるわけですよ。 アメリカにおいては、きちんとした避難計画が機能しないんであるならば、完成した原発の稼働すらさせなかった例だってあるんですよ、そういう立場にきちんと立たないと、国民の命なんて守れないんじゃないですか、そのことを申し上げて終わります。 次に山崎誠。